アイテム番号 SCP-159JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-159JP は完全に光のない永久小型危険生物棒に収容し、どのような理由があっても決して光を当てないでください。また通常の大型犬等と異なり SCP-159JP は給仕を必要としません。その特殊な移動手段と性質に考慮し、現時点での SCP-159JP に対する実験等は完全に禁止されています。説明。 SCP-159JP は大型犬に似た影のような存在です。その姿は空間に開いた犬型の穴のように見えます。これはSCP-159JP が周囲からの光を完全に吸収しているためとされており、これに加えて物理的接触は功を奏していません。形状、及び記録された鳴き声から、ゴールデンレトリバーに類する犬種ではないかと推測されています。SCP-159JP は、周囲で最も大きい生体へと覆いかぶさるように移動し、積極的にじゃれつくような挙動を見せます。この挙動に触れた生体は、四肢の末端から急速に炭化し、結果的に崩壊します。この際、SCP-159JP に接触しているものは熱傷を負っているような猛烈な苦痛を感じることが確認されており、短時間の接触でも身体末端への多大な影響、及び欠損等が発生します。また、SCP-159JP により四肢や手指を失ったものは、幻視痛を起こさないことが判明しています。また、SCP-159JP はあらゆる物体の影を利用して移動する手段を持っています。これらの原理、方法は一切不明ですが、周囲に影、及びじゃれつくことのできる対象が存在しない場合、生体の存在すると思われる場の影へとランダムにジャンプを行います。加えて、犠牲者の影に SCP-159JP が出現した時点で犠牲者はその場から動くことが困難になります。これらの効果は SCP-159JP に対して一切の光を当てないことで封じることができます。SCP-159JP は主に人間に対してじゃれつく傾向がありますが、これは特に10歳以下の児童に対して顕著です。この積極的行動は何らかの教育の影響ではないかと見られていますが、詳細は分かっていません。また、10歳以下の児童が SCP-159JP に触れた時に限り、児童は前述のように炭化しながらもいずこかへ消失します。消失後の行方は一切不明です。ポイ1。SCP-159JP ははじめに、地区の幼稚園に出現し、同幼稚園内のすべての児童、人間を消失、炭化へと追いやっています。その後、同区域の他の保育園に出現し、再びその場にいた全員を炭化、消失させています。最終的に、サイト、81、内託児所に出現。2名の児童が犠牲になり、当直であった保育士のうち1名が両腕を失いましたが、保育士の速やかな連絡により収容がなされました。当時の状況を、保育士へインタビューしています。日付、20、年、月、日、インタビュアー、博士、インタビュー対象、保育士。博士、それではインタビューを開始します。問題ありませんか？保育士、ええ。博士、では、SCP-159JP の出現当初、託児所はどんな状況でしたか？保育士、はい。お遊戯会の発表の前でした。それで、皆で練習をしていたんです。博士、なるほど。保育士、そうしていたら急に、現れたんです。あの、3秒間の沈黙。黒い、犬が。博士、ふむ、それで。保育士、子供の一人が犬を刺して、皆気づきました。そのすぐ後に、5秒間の沈黙。あの子が。博士、落ち着いてください。
お気持ちはわかります。それで、一体、保育士、あの子が、子供の一人が触れてしまったんです。犬に、あの犬は、じゃれつくようにその子にすがりついて、そして、みるみるうちに、あの子は真っ黒な、10秒間の沈黙、真っ黒な炭の塊に、博士、炭化したと、それ以外にも何か起きたと聞いていますが、保育士、消えてしまったんです。炭のようになっていくうちに、その子は空気に溶けるようにいなくなって、私が皆に逃げるように言った頃には、二人目の子が襲われて、博士、なるほど。保育士、私が皆を逃がし終わる頃には、託児所の中には、保育士と、逃げ損なった子が一人いました。保育士は必死に襲われていたあの子を助けようとしていたんですが、助けようとした、産後、両腕が真っ黒になって、顔を覆い、泣き始める。保育士は15秒前後顔を覆い、おえつを上げ続ける。博士は泣き止むのを待っている。保育士、あの犬は、あの犬は、あろうことか、5秒間の沈黙。博士、あの犬は、保育士、舐めていたんです。あの子の顔を、よく懐いた子犬のように。託児所から全員が脱出を行った直後、保育士により託児所内は常設シャッターで閉鎖された。偶然ながら、これにより SCP-159-JP に対し光を当てないことでの収容法が確立された。この判断が功を奏し、SCP-159-JP の一時的な収容に成功。この後、託児所内から SCP-159-JP は移送され改めて収容されました。同託児所内児童は全員が記憶処理済み。保育士に関してはメンタルセラピーが行われる予定となっています。保育士には記憶処理が行われました。保育に、SCP-159-JP が出現した2時半目の保育園において、園内の松の木の中から1枚のメッセージカードが見つかりました。メッセージは以下の通りです。回覧板。あれ、もういらない。2回も、試したのに、せっかく、連れてきてあげても、みんな焦げちゃうしね、あいつらにあげよう、ケイスケ。ホイさん、SCP-159-JP の移送後、同託児所仮眠室内において大量のイラストが発見されました。それらはすべて、保育士の日記帳全ページに挟まれる形で設置されており、同じイラストと文字が書き込まれていました。これらへの関与を、保育士は否定しており、職務への影響を配慮し後に記憶処理を受けています。イラストと書き込みは以下の通りです。可愛がってあげてね。